はい、こんにちは、こんばんは。今年のクリスマスは撮影でした。そしてボツりました。ゆきやです。お願いします。あー、今日頭しか動かない。お願いします。はい、どうも。一週間前撮影した人に、え、一緒に撮影したことあったっけって言われた男、シュと申します。おい、悲しい。お前どんだけ忘れられんだよ、お前。あー、存在感ないのかもな。いや、ほんまにお前やばいってほんまに。一週間前、それも本名まで言われてたのに、お前。ってことでね、ぜひね、しずともになりたい方は、あのね、概要欄の一番上のね、URL をクリックしていただけると、ガレリアのサイトが飛ぶんで。前もやったな。ってことでね、あのシリーズをやっていきたいなと思います。お、学校生活か。いや、ちょっと、はお前。その名も、SCP-096 から逃げれる説をやっていきたいなと思います。おー、いやー、ごっそさー。ふふー。前の高評価数ですね、はい、4300も続いてます。4300？ めっちゃあるじゃん。ぜひね、このシリーズ好きな方はチャンネル登録と高評価と通知設定とコメントと、あ、Twitter のフォローもよろしくね。あー、そうですね、ブロックしてもらったので大丈夫です。おいということでですね、お久しぶりの、もうまず2、3、はい、僕らからしたら撮影日多分3週間ぶりぐらいなんですけども。そうだね、久々にね、有給取ってたね、年末も働かされるシャイガイを出していきたいなと思います。でもクリスマス休んでたからね。休んでましたね。予定あるって言われたんで、見てない。来なかったです。ってことで、いきます。いやー、ボン、うわー、ちょっと待って。え、あれ、どこ行った。あれ絶対。いや、まあでも、超大型巨人がいなくても、俺たちには、猿の巨人がいるからさ。え、ちょ、待って。あ、おっと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 。あ、いたいたいた、ほんとだ。おっとおっとおっと。ね、俺、ちょ、さすがに倒せないよ、今回。なんか、いつもなんか倒す回みたいなやってるけど、これ倒せないよ。ちょ、いいよ、いいよ。おい、ちんちん。今のはね、ちょっと頭は肉なんですけど、あれはシャイガイじゃないということで、なんでこれがね、本当のクリスマス休んでた、シャイガイ出していきたいなと。おい、やめろ、お前。お前、シャイガイ出していきたいなと思います。いきます。怖いね。ボン。お、こんばんは。まず話し合いから始めましょう。いや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 、仲良くないね。さっきから思ってたんけど、でかいな、なんかお前のキャラ。お、ね、僕たち友達になれると思うんだ。なれそうだね。手と手を取り合って。ちょ、ああ、ということで、一つ目の検証をやっていきたいなと思います。一つ目はね、毎回恒例のね、もう本当に1年以上これやってきたんですけど、恒例の検証でございます。え、まあね、ちゅうさん、言ってくださいよ。え、それって難しい？いや、別に難しくないと思うよ。え、なんだろうな。何すると思います？検証。ここにストップって書いてあるさ。はいはいはい。ああ、看板使ってきた。だから、災害に向かって、デモを行う。やめろー、人を攻撃するのをやめろって。おっ、え、あはは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 はやめろ、人を攻撃するのはやめろ。まあ、違うんですけども。違うのか、そこまでして。今回はね、いつも通りね、隠れていきたいなと思います。え、これ喧騒で使ったりはしないんですか？別に持っとく分にはいいと思います。ただあるだけ、これ。ただあるだけです。ってことで、今回こちらね、病院がね、ちゃんとね、作り込まれてるんですよ。すごくない？はい、3階にね、隠れます。いや、これすごいのよ。ほら。おぉ。そしてこれ見てください、これ。え？なんていう。うわははは、中指立ててんじゃん。中指立ててるっていうね。ということで、シャイガイちゃんがね、こちらにいるんですけども。はい。もしかしたら、追ってくるかもしれないということで。ワンチャンね。この爆弾をね、爆発させて、来るかどうかわかりませんが、やっていきたいなと思います。それでは毎回ですね、カウントダウンをね、してもらってるんですけども、ちょっと今回もお願いしたいなと思います、しずさんに。はい、それじゃあね、お願いします、しずさん。え、3人目いる？ 3 人目いる？ 3 人目いる？ 3人目いますね。まあね、しずさんがカウントダウンしてますよ。5 4 3 2 1 0。
なんかNHK みたいな感じでやんのやめてもらっていい？なんかめちゃめちゃ NHK みたいな。でも俺、NHK 一回も家に来たことないんだよな。いや俺もないんですよ。で何の話？俺多分もしかしたら NHK にも存在認識されてないかもしれない。いや俺も来たことほぼないんで、大概は来るのにあの NHK は来ないっていう、ね。いや俺思うんですけど、NHK さんは災害に頼んだ方がいいんじゃないですか。なるほど。ピンポンだったらインターホンで災害に乗るっていう。全員死ぬやんけ。怖いなぁ。怖いなぁ、怖いなぁ。怖いなぁって思ってたのね。いたんですよ。あぁ、いる！ストップ！あぁ、開けた！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 あっち！開けた！開けた！やばいやばいやばい。やばい、ストップ！ストップ！あっ、ちょっと待って、見ました今？見ました？見た？屋根登ってたって。屋根登ってた。屋根登ってたって今。ってことでね、二つ目の検証をちょっとやっていきたいなと思います。イエーイ。二つ目ね、もうちょっと攻撃しようかなと思って、そのストロも。やっちまうか。あいつ。これやばい。何で攻撃するかと言いますと、はい、もう俺ね、すごいね、時代にね、流されすぎなんですけど、最近見てるね、あるアニメがあって、もうすごいそれね、もう面白いと思って見ててね。おお、何の方？何の子、いやもうほぼ答え言っとるんよ。もう何の呼吸やろうな。強くなれる理由を知って。僕を連れて進めはい、どうもどうも、かまど炭治郎です。あ、どうもネロです。進めてて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 てキャー、助けて、セブンイレブンにゾンビがいるわ。お姉さん、僕に任せてください。行くぞ、ゾンビども。開かない。てめえら、ふん、格好しろ。お前、俺も死んだ。こっち、おい。俺も死んだ、俺も死んだ。お姉さんも死んだった。どれでも死んどるやないか、お前。ちょっと、お前、綺麗に片付けてるけど、お前、お姉さんまで綺麗に片付けてるのよ。はい、ということでね、まあ、これでね、まあ、威力が上がったでしょ。もうすごい強いんですよ、この、ね。もうそれやると一撃で倒せるんですよね、大体。これ周りのもう範囲にいる敵ほとんど倒しちゃうと。キャー、助けて、あそこにシャイガイがいるわ、助けて。しずちゃん。お姉さん、任せてくださいよ。あ、しずちろ、あそこに鬼がいるわ。あ、やってる。うわぁ、タッパーソストリー。おばあちゃん、あれ？あ？あれ？あ？しずじろう消えたな。あれ？あれ？ということでね、最後のね、3つ目の検証やっていきたいなと思います。もう何をするかと、もう言っちゃいましょうか。何ですか？もうね、災害をね、寄せ付けないようにしようかなと思います。ジム行ったらわかると思うんですけど、はい、ジムで走るやつあるじゃないですか。これの高速版作ったら、これないんじゃねみたいな。あ、なるほどね。こう、シャイガイってね、走ってくるわけじゃないですか。確かに、走ってるからな。走ってるじゃないですか。もうどんだけ強いとはいえ、走ってるわけですよ。ランニングマシンを、もう床に高速ランニングマシンを設置したら、シャイガイもさすがにその速さには無理だろ、みたいな。来れないんじゃないかな。そうだね。今回ね、その高速のランニングマシン持ってきました。おー、はい、検証する前に僕らで、検証していきたいなと思います。はい、はい、じゃあ行きますよ、しずさん。はい、はい、まずね、これちょっとちっちゃいんですけどね、行きまーす。おお、はい、なるほどね。なんかこんな感じで早すぎ、ちょっと早すぎて進めないです。むしろこっちから行くと行くのかな。これマリオのスピードアップのやつ。そうそう、マジで速いから。いて、え、死んだよあいつ。え、見てください、これちょやば、ちょ一回ブロック乗せる。うん、ブロック乗せよ。うわぁ、次俺乗るか。ちょっともうすごい角度なってるから、よし、任せろ。飛ぶこれ、ちゃんと。うおぉ、消えたんやけど、画面から。
ということでできました。こちら見てください、ね、はい、これ見て、もう絶対にちょっとね隙間空いてるとこもあるんですけど絶対踏みます。やつアホなんだよ。こっちからこっちからやつがこう走ってくるんで、あのね、これで戻ってくると、ね、いやすごいっすよこれ見て、ほらもう進めない。いやちょっと車で進んでもらっていい？オッケー、真逆からいきまーす。はいはいはい、うわうわぁぁぁぁぁ、しずさん、しずさん、しずさん、真逆から来てもらっていいですか？あっちからしずさん、大丈夫ですか？はいはい、あ、来てもらっていいですか？ちょっと、いるんで、さっき、あ、まあ、行きまーす。どうなってんだろう。うわぁぁぁぁぁぁ、あぶな、お前ほっぷんのということでね、やっていきたいなと思います。僕たちはですね、あの、トンネルの、ね、先側にいます。そして、シャイガイさんがトンネルの前にいるんで、ちょっとね、いつもならシャイガイの視点にしてるんですけど、未来で行きましょう。未来でね。はい、来るか分かんないんで、ここで、多分 5分くらい来なかったらほんまに、そうね、多分詰まってますってことで、行きます。行けーポン。さすがに来ないですよ。これさ、頭よくさ、トンネル通ってなかったろ。うわぁ、俺も脱出する、ここから逃げる、バイバイ。全然、全然当たらない。助けて助けて助けて